住紳一郎の日曜天国。おはようございます。5月21日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日は朝から晴れてますね。かなり日差しも強く暑いくらいの印象です。今日の関東地方は少し雲が広がりますが雨は降らない見込みです。東京の降水確率午後夜ともに 10% です。気温は昨日より高く各地で25度を超える夏日となります。予想最高気温は東京で27度、横浜千葉で26度、前橋熊谷で28度、宇都宮で27度、水戸で25度の予想です。高いところでは群馬の桐生、伊勢崎で29度、栃木の佐野でも29度の予想になっています。かなり気温上がりますね。そうですね。そして明日月曜日、前線が近づく影響で朝から雲が多く午後には雨が降り出します。気温は今日と同じくらいまで上がりますが雨が降ると急に下がります。今週1週間は月曜日の午後から雨が降り出して火曜いっぱい雨、そして水曜から天気は回復といった1週間になりそうです。今日は結構30度近くまで気温が上がるということですね。スタジオになります赤坂もすでに気温が23度まで上がっています。それでもまだ真夏の湿度とは違うので少しね、5月らしいカラッとした気持ちのいい30度近くではあるかもしれません、はい、やっぱり湿度なんだなっていうふうに ね思ったりしますよね。本当にそうですね。広島でサミットが開かれています。ゼレンスキー大統領も急遽来日して、昨日などはニュースに釘付けという方も多かったと思いますが、広島にお住まいのリスナーの方からお便りが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうね、生の話が一番、ニュースでは伝わってこないいろいろなものが分かって楽しいなというところあります。ありがとうございます。むしろ私たちはこれしか紹介してないんですけども広島の女性の方、スイングサンデーねぎっていこうさん、ありがとうございます私は G7 サミットの会場となっている広島市内のホテルからほど近い場所にあるマンションに住んでいます、ねえ、この辺一帯は埋め立て地エリアにマンションが乱立していて比較的人口の多い場所ではあるものの、目立った観光地があるわけではなく穏やかな瀬戸内海を望む静かな住宅地です。その場所が2ヶ月近く前から少しずつ簡易建物が広場という広場に立ち始め、日に日に警備員警察官の数が増え、今現在は報道陣や野次馬も押し寄せる異次元の世界となっています。ねえ、ちょうどねあそこ元宇品とか言って宇品島って言って、まあ、出島みたいな感じで今陸続きになってますけど、もともと島なんですよね。宇品港のね有名な港ありますけれども、家から一番近いコンビニに行くにも検問を通らなければならず、また子どもの習い事に通うにも身分証明、身体検査、 X 線手荷物検査を受ける日々です。やっぱり警備の都合上そこのちょうどね瓶の首みたいなところで必ず検問をするんでしょうね、きっとね。毎日大勢の警察官を目にしていると、ふと昔ハマった某テレビ局の刑事ドラマのテーマソングが頭の中で流れ出し、思わず事件は会議室で起きているんじゃないホテルで起きているんだと小声で叫んでみたり、島と埋め立て地を結ぶ小さな道路橋の上でレインボーブリッジ閉鎖できませんなどとつぶやいてみたりそんな新しい一人遊びを謳歌する楽しい日々でもあります。ちょっとやっぱりたくさんの警察官とか見ると何か少しね、本質とは違うところで興奮しちゃうよね、なんかね。そうなんですよね。あの警察車両とか3台ぐらい連なってるのを見るとなんか、ねえ、まあ、本当は事件なので喜んじゃいけないんだろうけど、なんかこう、興奮しちゃう感じはわかるな。抑えきれないです、なんだなんだってなります。なんだなんだってね、はい、サミット初日だった金曜、 G7 首脳が揃って原爆慰霊碑に献花する姿は一広島県民として込み上げてくるものがあり、思わず涙が溢れてきました。
そうでしょうね。また急遽来日を決めたゼレンスキーさんを一目見ようとマンション前の歩道を陣取り、カメラを構えてスタンバっている際には、今まで話したことのなかった同じマンションの住民と、まだ来ませんねなどと興奮気味に親しく話をしたりして、ああコロナ禍でどこに誰が住んでいるのかもわからないような隣人関係だったけど、こうやってお互いに顔を合わせて声を掛け合うことでより仲良くなれるんだな。ゼレンスキーさんもオンラインじゃなく直接対面を希望したのはこういうことだったのかななどとふと考えたり、どこか遠い国の出来事だと人事のように思っていたことが急に自分の生きている世界と同じ場所で起きている事実なのだと実感した瞬間でもありました。今回のサミットが核のない平和な世界へとつながる一歩となることを強く願っています。余談ですが、今回要人を乗せた車列、車の列を何度も見る機会があったのですが、その度に以前安住氏が言っていた日本警察のお家芸必殺顔抑止力を拝むことができとても感動いたしました。長文失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、やっぱりそうなんだ。警備がね当然でしょうね、うん、でもね、そうですね、またゼレンスキー大統領が来たことによって本当に何かあっては大変ということで警備がかなり厳になっていると思いますけれども、地元の皆さんはね少し迷惑というか、そういうところもあるかもしれませんが、もう一日辛抱していただきたいと思います。やっぱり顔抑止力ね、顔抑止力ね。広島の呉市の姉さん、この方もですね、職場が広島駅の近くなので警察官の方々が多く、この木曜日は31年間生きてきて見た警察官の総数を1日で更新しましたね。通勤中交差点が封鎖され、インドから来られたご一行様の前を走る SP の方を見て驚きました。あれが以前ラジオで安住氏が話されていた顔抑止力なんだとやっぱり皆さんやっぱり皆さんね、これかと、これかと、うん、広島市の野獣馬主婦さん、この方も北海道警の皆さん方を見たというですね。ありがとうございます。はい、尾道市のゆでた小松菜さん、この方は尾道市にお住まいで群馬県警の方との少し交流があったということですね。そうですか、全国から、ね、そうですね、集結して、はい、顔抑止力はね、私がずいぶん前にね話しましたけども、やっぱり皆さん見るわけですね。そうですね、名前をつけてもらったことによって、あれなんだっていうね、あれなんだっていう、そうですよね、はい、確かに知ってる知ってるっていうね、はい、言語化することによってね、全て理解が進みますからね。そう、本当にそれを実感する、ね、言語化は大事ですね。日本の警察官は あんまり拳銃を、ね、ちらつかせたりしないのでね、またいろいろ拳銃などを簡単に出すといろいろ言われてしまうというところもあって、あの抑止力っていうのはあって、拳銃を持っているアメリカや他の国の警察官でも、要はそのあれですよね、腰についている拳銃ホルダーにこう右手をかけるだけでも抑止力っていうか、相手に対してこう威圧感を与えますから ね、あれがまず大事なんですよね。ストップなんつってね、でやると、あの警察官は俺に対して拳銃を発砲するかもしれないということで、犯人の逃走が止まったりするわけですよ ね、 そうですね。でさらにはそれを引き抜きますもんね。でそのいわゆる今はないのかもしれませんが、激鉄ってね、引き金をギーって引いたりとか、引き金に手をかけるだけでさらに抑止力がグッとアップしますよね。そして空砲を撃ったりとかね、撃つぞなんて言ったりして、要はその抑止力をどん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 上げていって、警備の精度を上げていくってことですけども、日本の警察官なんかはそんなことしませんからね。なので日本の警察官は何をするかというと、強い顔で睨むっていうね顔抑止力っていうのを持ってるんですね。しかもあの七三のあのすごくね公務員善とした人が、あの急に鬼の形相みたいな、歌舞伎役者の睨みみたいなのしてくるから、もう急に怖いわけですよ ね。で本当にちょっと何かこうふざけたことをしようとしているような人がいたら、ものすごいもう自分の顔の前5センチぐらいもうチュッてなっちゃうんじゃないかっていうぐらいまで近づけてガッと睨みますからね。そうですか。これが日本のね警察が誇る顔抑止力ですよね。顔抑止力です。だいたい VIP が通る車の前ですよね、黒塗りの車がやってきますよね。でその後に白番がやってきたりするんですけども、その黒塗りの警察官 SP 乗せた車がもう怖い顔した人が4人ぐらい
もう助手席、後部座席、運転席はさすがに運転してますけども、運転席の後ろの後部座席などから顔出しましてね、もう六六首みたいな感じになってますから、なんであんなに首長いんだろうみたいな。でもシートベルトなんか当然してませんよね。でもだからあのベルトの位置ぐらいまで、なんか印象的にはもうくるぶしぐらいまであの車外に出てるんじゃないかぐらいな雑ぎた、うん、箱乗りみたいな感じでものすごいもう横にこう出てるわけですよ。いや本当にもうベルトの下ぐらいまで顔出してますから、でグッて乗り出して、そして歩道のあたりとかをこうおとなしくしてる人たちにはいいんですけども、ちょっと何かこうギャーギャー騒いでるような人たち、うん、なんか本質を理解してないような人たちがいると、もうはしゃいでるみたいな人がいると、うん、もう黒塗りの車がもうタイヤキキキキキって鳴らして、うーんってきて、もう歩道に乗り上げるんじゃないかっていうぐらいのスピードでガッと来て、そしてギリギリのところで方向を変えて、そしてスピードが10キロぐらいにグッと落ちてね、そしてその箱乗りして、もうだからベルトの下まで顔出しているワイシャツのおじさんがもうガーって睨んできますからね。それで余計なこと言うとまたそれはそれでなんかなるから何も言わないんです。これって、何してんですかみたいな、顔赤くなって、顔赤くなって、いやいやそんな感じでガーってくるんだよ、それでやっぱりあまりのその本気さにね、うん、大体の人はたじろぐわけでしょ。そうですよ、あ、すいませんって、大変な気持ちで警備されてるんだなって、そうですね、おとなしくね、シュンってなるね、うん、でそのシュンっていうのを確認したらもう節油終了って言ってシューって戻ってくるすごいんだから、節油終了って顔抑止力ね、いいですね、うん、本当に好きな四字漢字熟語、あ、そうですか、になりました。そうですね、さて今日のメッセージテーマはこちらです。昔ハマっていたことです。兵庫県からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イタミン C さん、60歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。どう考えてもイタミンに住んでらっしゃるんですね、イタミン C、イタミン C、 いいですね、うん、60歳の方、ありがとうございます。ありがとうございます、ねえ、ありがたいですね、関西からね。本当です。昔ハマっていたこと、人はオス人生か幼い人生かに分かれると思うのですが、推薦のオスだね、うん、はい、私は完全にオス人生を歩んできました、うん、誰かを応援する人生ということかな。なるほどね。ですのでハマっていた期間は短いものから長いものまで常に誰かにハマり押し続けています。ああ小学校5年生でこんなにかっこいい人が世の中にいるのかとデビューしたての郷ひろみさんにハマり、うん、母親にねだってシングル版や LP 版レコードを買ってもらって聴きまくり、どうしても本人に会いたいと甲子園球場で豆粒のようなひろみ号を見たのが最初です、ねえ。その後も好きになるとファンクラブに入ってどっぷり浸かる生活です。その後は原田真嗣さん、阪神タイガースの岡田彰布選手、それからトム・クルーズ、さらには宝塚歌劇、その後はレオナルド・ディカプリオ、ねえ、タイタニックを見たとき痺れるとはこのことかと本当に思いました。そしてヨン様、そして今に続きますいいですね、うん、ペヨンジュンさん、そうでしたね、華麗なる推し遍歴、いいです ね、郷ひろみさん、原田真嗣さん、岡田彰布選手、トム・クルーズ、宝塚歌劇、レオナルド・ディカプリオ、ヨン様、ね、うん、これなんか自分のファン歴をこうやって並べられるとなんか嬉しいやら恥ずかしいやらだね。そうでしょうね、うん、そうそうそう、うん、いいね、すごくね、うん、ちょっとしたなんかあの履歴書もらうよりもこれ書いてもらった方がなんかその人となりが想像できるね、わ、うんうん、かる、うん、いいね、はい、うん、岡田彰布選手が入ってるあたりがなんかグッとくるじゃない、うん、個性出てますね、個性出てるよね、うん、やっぱりイタミンさんだなって感じがしますね。いい、ちょっとこういう推し遍歴ちょっとね教えてほしい、皆さんのね、うん、教えてほしい、確かに、うん、はい、いいよね、私になるとどうなるのかな、一番最初は誰だっけな、そうね、玉川カルテットから始まっちゃうかなこれ、まあ、言ってなかったから急に恥ずかしくなってるけど中森明菜さん、そうね、中森明菜さん、中森明菜さんで止まっちゃってるな2回言ったよこれが長いからね、中森明菜さん歴が長かったからね、うん、中森明菜さん、
日田恵里さん、かっこおにゃんこクラブ、会員番号4番。ね、そうね、そこからなぜか玉川カルテットになっちゃって、そうですね、そして橋本環奈ちゃんになるのかな、すごい最近、気持ち悪い。そうね、それ言わない方がよかった。よかったね、忘れて、気持ち悪い。橋本環奈さんファンは2週間前からです。そう、ちょっと本人に会っちゃったから。好きな、ちょっと気持ち悪い。本当に気持ち悪い。やだ、こういうことを言う大人になりたくなかった。気持ち悪いね、本当ね。そうだね、そうだね、やだやだ、もう本当やだ、本当やだ、ね、そうドラマの宣伝で来てね、一生した女優さんのこと好きになっちゃうとかいう、そういう男の司会者いたでしょ昔ね、小倉智昭さんとかね、そうそう、嫌だと思ってたんだけど自分がなっちゃったね、よかった。怒られる、嘘ですよね、皆さんからのメッセージお待ちしています、はい、メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは niciten@tbs.co.jp、 nichiten で niciten です。抽選で5名の方に日天の音、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター総留恵子さん作のオリジナルポストカードサンデーパラダイスをお送りします。今日のテーマは昔ハマっていたこと、皆さんからのメッセージお待ちしています。中継コーナー日天お出かけリサーチ、今朝は楠葉恵美さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はボートレース戸田で開催されているサンクスフェスティバルに来ています。10時に始まってもうすごい人なんです、はい、昨日も1万人を超えるお客さんが来たそうなんです、全国24カ所のボートレース場の名産品が並んでいたり、福島の水産物が食べられたり、JA 埼玉の卵とか野菜が半額で買えるとあって、すでに熱い戦いが繰り広げられております。で今日は普段ボートレーサーが見ている景色と同じ目線に行ける水上ゴムボート体験をご紹介します。しかもゴムボートを一緒に乗ってくれるのは現役のレーサーなんです。女子レーサーの中田由紀選手です。よろしくお願いしま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 す。もう今ゴムボートに乗り込んでまして、ゆっくり進んでいます。気持ちいいですね。これ速度はどのぐらい出るんでしょう。今日はゴムボートなので今10キロないぐらいですね、はい、自転車くらいですかね。そうですね、自転車ゆっくり漕いでる感じです。普段は、普段のボートは、時速80キロ出ていて、体感はすごく水面が近いので120キロって言われてますね、はい。中田選手は埼玉県出身の117期、デビュー戦もここ戸田ということで、はい、ここは特徴としてどんなコースなんですかね。そうですね、戸田は日本で一番コースが狭いレース場なので、はい、1周1マークだけで考えたら、普通は1コースの一番インのコースが有利になるんですけど、はい、狭いので中側の3、4コースが有利というか、まあ、着に絡みやすかったり、6コースとかでも着取れやすい、比較的取れやすいレース場かなと思います、はい、選手としては難しい。そうですね、やっぱり広い水面と違って狭いので走る位置取りとか難しかったりするんですけど、でも私はここで練習させてもらってるので、はい、他の人たちよりはちょっと有利に、こうなんていうんですかね、練習させてもらってる分走りやすいかなというところがあります。あ、ちょうど曲がるあたりに来まして、目印のV っていうんですかね、なんかもあれモーターついて進んでるんですか。モーターついて進んでます。はい、モーターついてます。はい、でちょうど目印のコーンみたいな V が浮いてますけど、はい、結構大きいですね。そうですね、ターンマーク、結構大きいですね、私とかは結構見慣れてるんですけど、多分全然ファンの方とか近くに行ったらこんなに大きいなって、きっと思う感じですよね。ちょうど今曲がってますけど、モンキーターンしたくなったり。いや、ちょっと遅すぎて立ち上がったら落ちそうですね、逆に。ですよね、はい、
この今日本当イベントということもあって幅広い層のお客さん来てますけど、ボートレース自体始める方って今増えてるそうですよね。そうですね、コロナとかもあったりして、まあ、映像とか、携帯とかで船券買ったり映像見たりできるようになったので、若い世代のファンの方が増えたりとか、まあ、レース場も充実してきて子供が遊べる施設などが、あるのでファミリー層が増えたというか、はい、お子様連れの家族の方もご来場していただいてます、はい、あとは今日はじゃあレース、はい、今日レースはなくて普通にファン感謝デーを1日トダボートでやってるっていうことですね。そうです、今日はレースは開催してないです。そうですか、今ちょうどあれですか、はい、バックストレッチを進んでる感じですか。あ、今はですね2マークの付近です。あ、付近で、はい、あの、はい、右側に大きな鉄塔あると思いますけど、それ何の鉄塔か知ってます、中田さん。いや、知らない。知らないですよね。楠葉さん、楠葉さん説明してあげてはい、あちらは TBS ラジオ戸田送信所となっております。あ、そうなんですか、はい、知らなかったです紅白の塔が、はい、ドーンともう本当にすぐ近くに立っております。そうなんですね、はい、はい、いやでも現役のレーサーにねボート一緒に乗ってもらうなんてすごい興奮しちゃうね。興奮しちゃう、しかもめちゃめちゃ可愛くて、可愛いレーサーとかイケメンレーサーも増えてるっていうのも始めやすい理由みたいなんですよね、はい、アイドルみたいな可愛いレーサーたくさんいるので、はい、ね、本当応援したくなっちゃう、ぜひ、はいはい、水上ゴムボート体験1人300円です。この後午後1時からはアーティスト西川貴教さんが主催する稲妻ロックフェスの関東初のコラボイベントも開催されます。中田選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ボートレース戸田サンクスフェスティバルは今日10時から午後5時30分まで、入場は無料です。時刻は10時31分です。さばいて日展、今朝の担当赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは5月14日日曜日、ジャニーズ事務所の元所属タレントらがジャニー喜多川氏からの性被害を訴えている問題で、事務所の藤島ジュリー景子社長が自身の見解を発表しました。16日火曜日、東京都はおよそ3年ぶりにハシカの感染が確認されたと発表しました。一方、都内ではインフルエンザによる休校や学級閉鎖も相次いでいます。18日木曜日、各地で季節外れの暑さに。埼玉の熊谷、鳩山町、群馬の伊勢崎、館林では早くも猛暑日を観測しました。同じく木曜日、歌舞伎俳優市川猿之助さんが自宅で倒れているのが見つかり、共に暮らす両親が亡くなりました。猿之助さんは死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだという趣旨の話をしていることが分かりました。おしまいは昨日20日土曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領が来日しました。広島サミット最終日の今日、 G7 の首脳らとの対話に臨みます。現在悩みのある方は電話、 SNS などで相談ができます。守ろうよ心で検索すると厚労省が求めた様々な相談先につながります。それでは今日お伝えするテーマはこちら、世界は色で回っている。目には青葉、山ほととぎす、初月を、初夏のこの時期の爽やかさとか喜びを詠んだ有名な一句ですけれども、実際にですねこういったランキングがありまして、日本人が好きな月ベスト12というものですこの第1位が今の季節ですね、5月なんです。で、理由として多かったのがまさに青葉、新緑なんですよね。で、昔も今もこうなぜ私たちはこの新緑に見せられるのか、そのわけは江戸時代にもですねこんな俳句がありまして、夏山は目の薬なる真珠かな、真珠、新しい木ですね。目の薬とまで言われるこの時期、1年で最も緑が濃いんですよね。人間の視覚で認識できる光のうち、緑は最も目に負担が少なく心を穏やかにしてくれる色ですから、まあ、新緑の色というのは潜在的に好きと言えるのかもしれません。一方、海外では少し事情が異なりまして、緑に対して死とか毒などのネガティブなイメージを持つ国もあるということで、映画で描かれるエイリアンの血が緑なのはそのためとも言われているんですね。ちょっと驚しい色、怖い色なんですね。はい。
ただ日本人にとってはこの好きな緑ということで、うん、まあ、この時期その緑に誘われてお出かけというねことを考えていらっしゃる方もいると思いますが、うん、このようにですね、色が人の感情とか行動に影響を与えることというのは身の回りに実は結構ありまして、色彩心理学と呼ばれる学問として研究が始まっているんですよね。わかりやすい例でいきますと、陸上競技のトラックの色、はい、最近青いところが増えてますよね、うん、こう青にはリラックスと集中力を高める効果があるということで青が使われている。あとプロ野球で言いますと名キャッチャーの古田さん、はい、青のミットを多く使っていたっていうのもあると、はい、ピッチャーの集中力を研ぎ澄ませてコントロールを良くすると。じゃあ茶色などの皮の色じゃなくて、はい、青いキャッチャーミットを使うとピッチャーが落ち着くと、はい、というふうに使っていた。であとはまあ身近なところで言うとナース服もですね、最近白から薄い青とかピンクといったパステルカラーに変わっていますね。これも白というのがですね、患者に緊張感を与えることが分かってきたからとも言われています。じゃあお医者さんも変えないとね。そうですよね、ドキドキしちゃいますから ね、 ね。でさらにこの色で人の感情とか行動をコントロールしようという動きもありまして、有名なのがアメリカの大統領ですね、はい、こう民衆を引きつけるために色の力を使うのがネクタイ。ここ一番の演説は力強さの深い紅色シンクが定番となっています。まあ、政党のカラーもありますけれども、トランプ氏は就任演説で赤、そしてオバマ氏も就任演説で赤を使っていたというんですね、うん、で大統領はこの専門のカラーコンサルタントをつけているそうです。一方フランスマクロン大統領はいつもネイビーだそうで、まあ、定番の赤でも青でもなく対立を煽らない中間の立場を演出しているということで、まあ、現地メディアはネクタイの色が強化を生んで投票行動につながったんじゃないかという見方もあります。まあ、くしくもサミット開催中ですのでね、まあ、今日の最終日首脳たちの首元に注目してみるのも面白いかもしれません。でこういったコントロール一般レベルで言いますと買い物の際にも使われています。あの特売品のチラシとか値札というと赤が多いですよね、はい、そうだね。これはもう行動を促して購買意欲を刺激する色だからと言われていますし、海外の映画やドラマでもあの役者が同じ演技をしていても画面全体がちょっとこう黄色がかるっていうんですか、画面がすると説明しなくてもあこれ回想シーンだなっていう風に感じる。そうですね、うん、セピア色っぽい、はい、うん、これもそのあえて何年前って言わなくてもなんとなくあ回想シーンだなって伝わる、うん、これもコントロールしている。あとは身近な商品にもこの色彩心理学が応用されていて、例えばこたつですね、熱源の部分で言いますとオレンジ色の光ですけれど、昔は色がなかったりとか白い光だったんです。ところが売り上げが全く伸びず、試しにオレンジ色にしてみようかって言ったら大ヒットしたという。へえ。だからまあ同じ温度でも色によって体感温度が違ってくるっていうことなんですね。確かにこたつの熱源無色だったら盛り上がらないわオレンジがいい。オレンジだよねやっぱね、あったかそうですよね、はい、あとはあの引っ越し業者の間で白い段ボールを使う会社が今増えていて、うん、同じ重さでも茶色よりも白の方が軽く感じるとか、あとは体感時間まで変わってくるということで、心理学が専門の関西大学社会学部池内博美教授によりますと、部屋の壁や内装がオレンジ色などの暖色系の場合は時間が経つのを早く感じさせる効果があるので、客の回転率を上げたいファストフード店がよくこのオレンジ色などを取り入れていると。そうなんだ、はい、暖色系の色に囲まれてると時間が早く感じるんだ、はい、へ逆に言うとあまりまあゆっくりできないというか次の人にこうね回転させようかという、まあね、心理的な部分があるということですから、はい、ということで世界はね色で回っているというお話をしました。今朝の担当は赤荻歩美アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は天気がいいですね。30度近くまで気温が上がるということです。東京も最高気温今日は27度までということです。さて昔ハマっていたことということで皆さんからメッセージをいただいています。先ほどのね自分のファン遍歴っていうのがちょっとした履歴書よりもその人となりを表しているなんて話になりましたね。面白いですよね、うん、あなたが食べたものを言ってみなさい、あなたの人生を当ててみせますなんてね昔のね格言がありましたけどね、格言じゃないか、なんか伝説上のギリシャの人の話か。この方は埼玉県の所沢の
女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。またねちょっと昔この人が好きだったっていうとちょっとね、あの世代の違う人と話合わないけども、なんかちょっと最近の方寄ってくるとやっぱりちょっと面白いもんね、なんかね。そうですね、うん、はい、へーなんて言って、この女性の方は50歳、私の推し遍歴は中森明菜さん、いいねスタート、やっぱり年が近いから中森明菜さんから杉山清隆さん、うわ、まあ、若い人は分かんないかもしれないけど、あ、なるほどっていうね、うん、で少年隊、はい、西武ライオンズの工藤公康選手、それから俳優の竹内力さん、いいですね、そして宝塚歌劇団東方神起と言っていました。あ、宝塚歌劇団からあれですね、韓国系の方に行くのは最近の流れなのかな。分かる感じはしますけどね、はあ。それからですね、この方は名古屋の女性の方、はい、はい、私の推し遍歴は近藤雅彦さんから渋垣隊、今和の清志郎さんからデュランデュラン、夫スマップ星野源さん。いいですね。あ、いいね。夫が入ってる人がいいわ。今和の清志郎さん、デュランデュランに行ってからの夫ってことは多分、デュランデュラン系のご主人なのかしらね。え、うん、なんかちょっとなんとなく戻ってきてるみたい なんかこう感じはありますね。うん、35歳の女性の福島の方、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、初めて好きになったのは10歳で The Alfie なんて、ちょっとあれね、ずいぶん大人びてる。そうですね、10歳で The Alfie、 中学生で騎士団、高校生でボーイ、吉川浩二さん、爆竹、パーソンズ、そして最近はスノーマン。この方はなんかちょっと時空を行ったり来たりしますね。行き来してますね。行き来してますね。おかしくない？騎士団からなぜパーソンズに戻ったのかしら。時代的にはちょっとあれだよね。はあ、最近はスノーマンね。この方もほら、福島の35歳の方だけど、スノーマンが好きって言っただけではちょっとやっぱり人間薄っぺらく感じちゃうかもしれないじゃない。うん、あの、薄っぺらってスノーマンはどうだろうって言ってるわけじゃないよ。そうそう、うん、それだけじゃ、それだけじゃなんかあれだけど、やっぱりこの過去の遍歴聞くと、あ、なんかいろいろあったんだなとかね。深みを感じます。うん、中学生で騎士団行ってから防衛に戻ってるあたりがいいじゃない。本当です。グッときちゃう。うん、いい。これ今日2時間ずっとこれやるつもりだけど大丈夫？45歳の男性の方、はい、福井の方、ありがとうございます。ラジオネームジョーカーマーチさん、ウインクから始まり高橋由美子さん、少し期間が空いて綾波レイ、モーニング娘、宝塚歌劇団、水木奈々さん、現在推しているのは声優の田村ゆかりさん、そしてラジオパーソナリティの山崎怜奈さんです。いやいや、うん、なんかもう何も付け足す要素がないよね。そうか、これ面白いけど、うん、あんまり盛り上がらないのかもしれない。あの、ふーんって言っちゃって終わりのかもしれない。もうちょっとやりますよ、でも、はい、神奈川県の大和市のパチョレックさん、うん、この方は今年51になる私の推し遍歴、はい、ドリフターズに始まり沢田研二さん、ツービート、原辰徳選手、林民明、荻野目洋子さん、ベイブ、サザンオールスターズ、高戸裕二、かっこ危ないデカ、高田文雄先生。ああ、なるほどね。あ、なるほどね、うん、役にね、お役を押すってことありますよね。そうですよね。なるほど、なるほど、勉強になりましたけど、なんか最終的に高田文雄先生に落ち着くあたりはラジオがお好きなんだなって感じだよね。そうですね。この方も完全に最後ラジオに落ち着いた感じの人ですね。群馬県太田市の方、女性の方、西城秀樹、キャンディーズのミキちゃん、原田真嗣さん、世良正則さん、松山千春さん、堤大二郎さん、エグザイル清木場俊介さん、 BTS 神田伯山さん。もうこれただ今聞いてるラジオ言ってるだけじゃないの、ね、わかんないけど着地、うん、着地いいね。いろいろ中澤由美子さんの推し遍歴をでは聞いておしまいにしたいと思います。はい、私はチェッカーズ。チェッカーズいいね、はい、中山美穂さん、中山美ポリン、はい、そして氷室京介さん、氷室京介、氷室ロック、はい、安室奈美恵さん、安室奈美恵さん、ジョージ・クルーニー、ジョージ・クルーニー飛ぶね。パクソジュン、パクソジュン、大谷翔平です。大谷翔平、うわー、なるほどね。ご清聴ありがとうございます。パクソジュンから大谷翔平さんまでの期間はどれぐらい？あ、それは1年ぐらいですね。1年ぐらいで、はい、なるほどね。もう一度すいません、忘れちゃったんでお願いします。チェッカーズ、チェッカーズ、はい、うん、中山美穂、ミポリン、氷室京介、氷室ロック、
安室奈美恵さん、ジョージ・クルーニー、パク・ソジュン、大谷翔平。わかりました、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。私の推し遍歴を一人忘れておりました。中森明菜さん、新田恵里さんの次、私逸話真由美さんだったの。そうです。昔ハマっていたこと、川崎市のきくみちゃん、64歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。中学生の頃の私は刑事ドラマにハマっていました。他の友達がどんな芸能人が好きかなどには全く興味がなく、ひたすら我が道を歩んでいました。特別機動捜査隊 G メン75、7人の刑事や太陽に吠えろ、国語の試験で熟語を使って短文を作れという問題が出れば、はい、被害者の死因は頭蓋骨陥没や完全犯罪には綿密な計画が必要とか危ない短文ばかり使っていました。よくもまあ危険な生徒だと教師に呼び出されなかったと思います。そのうちドラマや小説のような事件に巻き込まれた場合に備え、その対策にはまっていきました。穴に落とされたり監禁されたことを想定し、生き延びるためのチョコレート、方位磁石、ペン型懐中電灯、笛、ミニ工具セット、2階から脱出するための紐、作業手袋、助けを呼ぶために垂らす黄色いビニール紐とマジックインキ、車で連れ去られた場合後ろの車に助けを求めるための誘拐110番してと書いた紙などなどすごいね。通り魔に刺されても大丈夫なように油絵のガバン2枚紐でつなぎ、上着の上にかぶるタイプの防塵版の試作もしました。またバスに乗ると目をつぶって10数えて左折、5を数えて右手にパチンコ屋の音、道路工事のデコボコ10秒などと目隠しされて連れ去られた場合に後で警察が監禁場所を特定できるようするための練習や、車のナンバーを覚える訓練、電話のダイヤルが戻る音を数え犯人がかけた番号を読み取る訓練などを家族に内緒で密かにやっていました。しかしあれから50年、幸いなことにこの年になるまで穴に落ちたことも連れ去られたことも監禁されたこともありません。道具や訓練が役立ったことはありませんし、訓練はもうやめています。ただ今ももっといい素材があるのではとホームセンターに行くと素材を探しています。はあ、ね、確かに小さい頃ちょっとね、自分が誘拐されたらっていうようなそういうような恐怖を感じたことあるけれど、ね、実際にこういうちょっとね工作員みたいな訓練してたのね。しかも女性の方だからね、中学生のいいですね、女子中学生が目的意識を持って、すごいね、素晴らしいです。11時台にまたメッセージ紹介いたします。安住紳一郎の日曜天国。武士は食わねど高ようじ、物を食べたら糸ようじ。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト、アリの研究がご専門、九州大学准教授村上隆弘さんをお迎えします。お楽しみに。今日のゲストです。アリの研究がご専門です、九州大学准教授村上隆弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2021年3月以来2度目の出演です。いや、前回のアリの話が本当に目から鱗で、もうちょっとね30分で足らないくらいでしたもんね。本当に忘れられないです。忘れられない、はい、先生は、はい、九州の学校ですよね今。そうですね、九州大学で。じゃあ今日は九州から。え、昨日の夜。いや申し訳ないです、はい、ありがとうございます。はい、ね、村上隆弘さん、プロフィール紹介します。貴族の木に糸編に無で隆弘さんです。1971年、神奈川県横浜のご出身。幼少時にファーブル昆虫記を読んだ影響で昆虫に興味を持ち、虫の飼育や観察を行うようになります。大学生の時に指導教授の勧めでアリの研究を開始、現在は国内から中南米、オーストラリアまで様々なアリの生態を研究しています。先生はもともとあれですよね、もうちょっと哺乳類の鹿とか馬とか。そうですね、もうちょっとなんかかっこいい生き物、社会性のやつをやりたかった、例えばエナガとか、まあ、そういう鳥 の、はい、あの社会性あるやつがいるんで、まあ、そういう方がかっこいいかなと思ってる時期もあったんですが、まあ、実際に先輩のやつ手伝ったりなんかしていくと、いや、 やっぱアリの方が全然面白いなっていう風になってやっております、ええ、そうですか、はい、もうまさに人生をかけて研究されてるといった感じで、はい、
しかも他の中国なんかの研究者だと比較的こう実学的にアリを研究して、まあ、農作とかにどう影響を与えるかとか研究されている先生が多い中で、どちらかというともう日本はそうですね、世界で3番目にアリの研究者多いんですけど、はい、もう基礎系が多いですね。何の役に立つか分かんないけれども面白いことを研究するタイプの研究者が多い。いやでもね、聞く分にはそっちの方が面白いですよね。本当です。もう本当に不思議、もう変わったアリが多くて、はい、しかも地球っていう惑星はもうほぼアリの惑星って言ってもいいぐらいな、もうまさにそういう本も書いてますから。あ、そうですか。多種多様で、ね、はい、献身的で、ね、で人間がこう想像するなんておこがましいみたいな感じの、なんかちょっとかなりそうですね、想像絶するような、はい、飛び越えてくるような生態を持ってるんで、研究すればするほど面白いというか、はい、分かんないことだらけですよね。前回来ていただいた時にも、その何ですか、働きアリが全部メスで、しかも巣穴から離れて活動するのはどちらかというと年老いた働きアリが多いっていう、はい、なんとなく私たちの倫理観からすると逆じゃない逆ですよね、でもそれは機能的だっていうことなんですよね。そうなんですよね。やっぱりその、まあ、特に小さいアリの社会の場合は、まあ、若いうちにもし労働力がなくなってしまうと、まあ、損失が大きいので、まあ、それに比べたらある程度年取ったアリは、まあ、しょうがないかなという感じでこう外で危険な行動をすると。そうですね、はい、最もですよね。で若いアリたちはその中で、その中で安全な子育てとか、まあ、巣の掃除とかそういうのに専念しておくと、いやびっくりしました。あと侍アリ、あのもう他の巣乗っ取っちゃうアリとか、そう怖いのもいましたね。怖いのもいましたよね。でしかも乗っ取るんだけど、その乗っ取った頃にも生かさず殺さずみたいなそう働いてもらう、働いてもらわないっていう、支配して支配してと、あとずっと一生蓋のアリも忘れられませんね。出ました、うん、頭なべぶたアリみたいな、はい、なべぶたアリというアリもやっぱりあれももうでも行動見てすごい可愛いんですよ。あのペタッとこう蓋をこう扉役の個体は、まあ、一生あの扉を役やってるんですけれども、巣穴の扉の役をですね、はいはい、でずっと不眠不休でそれやってるんですね。そうですね、あの働きアリが他の外から来たらトントンって叩いた子はパカッと開けてあげるような役をずっと四六時中やってるんですよ、さてアリは新社会性動物と言われて、人間は社会性生物と、アと新はどれぐらい違う、どこが違うんですか。新社会性生物動物ってなるとですね、はい、もう本当に機能が分かれてて、産卵とか繁殖に特化した、まあ、女王アリみたいなのと、はい、その不妊っていう子供を産まないワーカーっていう個体がいて、はい、それで世代がこう重なるっていう3つの条件をクリアしないと新社会性って呼ばないんですけど、はい、人間はこの3つとも全然クリアできてなくて、うん、まあ、はい、大体こう子育てをするぐらいかなっていう、これはもう社会性なんです。だからだいぶ距離がまだあると。新社会動物はアリとミツバチ、あ、ハチと、それからシロアリとか、シロアリとか、哺乳類だとハダカデバネズミっていうやつがいて、それがほぼ唯一哺乳類の中で新社会性。そうですか。はい、マコトのと書く、はい、マコトの社会性。ハダカデバネズミもちょっと気になりますね。そうですね、はい、めちゃくちゃ面白いです。哺乳類で新社会性やっている唯一ですね。じゃあ女王ハダカデバネズミがいて、はい、なかなかな名前ですよね。ハダカでデッパで、そうですね、ハダカでデッパでしかも女王がいるって怒られちゃうけど、そうですけど、ちょっとそういう名前ついちゃってるんで僕も言うのちょっと躊躇しますけどね本当でも新社会性動物のアリで驚くのは、女王アリのイメージが村上先生に2年前に話聞いて全くイメージ変わりましたね、うん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 、どちらかというと君臨しているというよりも働きアリにうまくこう、うん、コントロールされるというか、まあ、どちらかというともう本当に産卵に特化した、まあ、マシンというとあれですけど、うん、と大変そうだな、大変だなと思って、重労働じゃないかな。そうですよね、産み続けてね、産み続けて産み続けて、うん、10年15年ぐらい産み続ける。そうですね、僕が研究しているハキリアリだともう20年、20年20年ずっとスノークでとにかく産卵し続け、産卵し続けて、はい、で働きアリたちがそれを海外しく世話をして、世話をして、はい、仲間を増やして増やしていくと。でその仲間を女王アリにするのか兵隊アリにするのか普通のアリにするのかを決定するのも
働きあり、上割りは決めれないっていう。そうなんですね。いや、小さい時はね、それ疑問だったんですよ。上割りは上割りとして生まれるのかなと思ったら、うん、同じように生まれて他の先輩たちが海外しくたくさん栄養を与えるとそれが上割り候補になる。そうです、ねえ。でそれが分家するときにまた行って、うん、そうですね。でうまく分家できるかどうかって、はいはい、じゃあ本当にもう働きありのなんかね、うん、ポピュリズムっていうか、なんかそのなんかもう、そう、そのそっちの方が民衆政治みたいな感じでやってるっていう、誰がね統率してるんだっていう感じですけど、まあでもありからしてみるとね、日本のそのなんだろう、世論っていうのは誰が統率してるんだって言ったらそんなことはないわけで、みんながねそれぞれ生活してる中で、うん、こうした方がいいんじゃないかって勝手に思ってるだけだもんね。だからやっぱりその今のこうなんですか、分散台帳方式的な方が、あ、集中的なその管理方式よりかはずっと進化的にはまあ適してるんじゃないかというふうには思いますけどね。そうですね。あんまり他の動物と人間の生活比べることには意味はないんですけども、やっぱりちょっとそういう組織をしている動物の生態というのは、なんかちょっと自分たちにも考えさせられるようなヒントありますよね。あります、あります、ものすごいあります、はい、さて前回たくさん話を聞いたんですが、実は村上先生のご専門の話はまだ聞いていないということで到達できなかったですよね。たどり着いていない、はい触りのところでちょっと、ようやく2回目にして村上先生の研究の専門分野にいよいよということでございます。はい、今日村上隆弘さんにお話しいただくテーマこちらです。究極の役割分担、アリの日常。まずは一気に紹介します。究極の役割分担、アリの日常。その1、農業をする。その2、3000万個。その3、中間管理職はよくしゃべる。以上の3つです。お待たせしました。村上さんが専門で研究しているのがハキリアリと。ハキリアリです。名前はね聞きますね。そうですね、僕の子供の頃からももうアイドルみたいなアリです。へいいですかね、いいですかね。そうですか、今多分あの虫マニアたちはもうそうだそうだってなってます。葉を切る、葉っぱを切る、はい、あの中南米に生息するアリなんですけど、葉っぱを切ってきて巣に持ち帰って、それを細かく砕いて、まあ、ジャングルジュームみたいにこう丸く積み上げて、そこにあの菌糸を植え付けてキノコを育てるという、はい、まあ、まさに農業をするアリなんですよ。巣の中で、巣の中でですね。いやまあ、あの人間以外で農業をする生き物がいるっていうのもかなり衝撃的だと思うんですが、しかも人間の農耕よりも歴史古いですよね。そうですね、人間がまあ1万年前ぐらいからの子だとすると、まあ、5000万年前ぐらいから農業を始めてるんで、大先輩なんですよ。本当ですごいですね。足元にも及ばない。中南米というとどのあたりですか。まあ、多分アマゾン熱帯が起源なんですけど、まあ、そこから北はあのアメリカ合衆国のフロリダ、はい、テキサスから、あの、南の方はアルゼンチン北部ぐらいまでですね。そうですか、はい、先生はハキリアリの研究はどちらに行ってやってるんですか。パナマ共和国の、パナマ、はい、あのパナマ運河に浮かぶ無人島でバロコロラド島という島がありまして、はい、これがあのスミソニア熱帯研究所が持ってまして、はい、研究者しか入れない島があるんですよ。そうですか。そこに行って、もう何年間かこう通いながら、もう天国みたいな島です。そうです。パナマ運河の真ん中に浮かんでる島、浮かんでるんですよ。もう本当に誰も行かなそうなそうですね、はい、あのだからたまにパナマ運河で泳いだりとか、そういうことを休憩中はやってた。ああそうですか、はい。いや農業をするというのが恐ろしいというか、よくそれを思いついたなとそうですね、その僕もその農業の起源の研究をしてたんですけど、その、まあ、テキサス大でその研究員やってる時に、まあ、どうですか安住さん、どっちが先だと思います。先っていうか、アリがキノコを選ぶか、キノコがアリを選ぶかって、はあ、農業の起源で僕はもちろんアリがキノコを選んでるんだろうと思ったんですけど。じゃあそうやっておっしゃるってことは、はい、キノコが自分たちを子子孫孫残したくてアリに食べてもらう道を選んで、そうなんですよ、巣の穴の中を選んだって。その共同研究してた教授が、いやいや、だからそれはおかしいだろうって、もうキノコの方は繁殖をすべてアリに委ねてるんだと、どっちにそのセレクションがかかるかって言ったら、アリがキノコを育てるよりも、育てられてるキノコの方がアリを選ぶ方がよりシビアだろうっていうことで、進化的に考えるとそっちにかかるんですよ、はい、へ、でそれやっぱり いくつかこう検証してみると、そっちがやっぱ
ありえそうだっていうことで、それはもう視点が逆になってものすごいびっくりしましたね、はい、植物がある意味自分の生存戦略で動物を使ってるっていう、はい、でそれはあの今最近流行ってるあのサピエンス全史ってありますよね、あのハリルなんちゃら、はい、世界的ベストな、それで人間の農業でもそういうふうなことが起こってんじゃないかっていうことが考察されてます、人間の農業でも、はい、だから植物の側が人間を選んで、うまく利用してんじゃないかと、利用されてるのか、確かに、うん、お米とか小麦の美味しさはちょっと異常ですもんね、そうですよ、だからあれ植物からしたらものすごい繁殖戦略が成功してる例、ね、そうですね、日本中に稲を生やすためには人間を魅了すれば、その騙せばいい、うまいと思わせるしかないっていうことでそういう視点のひっくり返しがあるっていうのがちょっと科学の面白さかなっていう、そうですね、はい、でも確かにそうだ、稲とか小麦なんかはもう見事に世界中に広まりましたからね、トウモロコシとかね、さつまいもとかね、さつまいも美味しいなんて言ってる場合じゃないよこれねそうですよ、そば美味しいとか言ってる場合じゃない、いや実際にそのハキリアリは具体的にどういう手順で巣の中でキノコ栽培してるんですか。あの、まあ、森からこう葉っぱをこう切ってくるんですよ。でそれもあの大体の葉っぱ利用できるんですけど、その時その菌が欲してる植物をアリたちはなぜか分かるんで、それを切ってきて、はい、で持ってきてそれを程よいサイズにこう切って、はい、でこう埋め込んでいって、でいっぱい生えてる菌糸の白いところをパッと刈って、はい、うまい具合にこう植え付けていって、で生えてきたらまあちょうどよい程よい長さにこう刈り込んだりとか、あとその自分 の, あの、まあ、お尻から液状の糞をするという、はい、それを栄養剤としてこう施肥したりとか、はあ、あの外来の菌が、まあ、いっぱい入ってくるんだけど、それをもう常にこう取り除いたり、あ体から入ってきたらもう、はい、もうすぐ取り除くんです。であのここに体にあの抗生物質を出す菌とかも飼ってるんで、それをこう塗りつけたり、はい、いろんな行動を取るんですよ。もう本当に研究室っていうか温室栽培みたいな。そうです。もうまさにこうなんていうか培養室みたいになって。へえ。温度とかはどうなってる？キノコだけにやっぱりちょっとあれですよね。もうめちゃくちゃシビアです。シビア。はい。20度以下になったら育たないし、30度以上になったら死んじゃうんで、はい、もうだいたい27度プラマイ1度ぐらいに管理してて、湿度も 90% で。はい、アリさんが。アリさんが。もうあの巣の構造がですね。ええ、まあ掘って、まあ、あんまり掘った人もいない、僕は掘ったんですけど、あの空洞のある大きな穴がよ、はい、そう巣の脇にあって、それがこう、はい、下から冷たい空気をこう入れて、こういい具合にその熱帯の気温を27度にこう途中でこう調整して、それで煙突でこう出して排気するっていう、こうベンチレーションシステムが完備されてるんですよ。エアコンがすごいですね。ノーエネルギーで痛いぐらいですね、そこにいさせてもらいたい。そ で,、ね、うん、でその菌の元々の菌糸は誰が持ってきてるんですか。そこも謎ですよね、これがですね、女王アリが、まあ、最初生まれた時羽があってこう結婚飛行するんですけど、結婚飛行する直前に元々いた巣のキノコ畑からちょびっとだけこう口にキノコの一部を口にこう特殊なポケットがあるんで入れて、それで飛び立っていくと。へえ。じゃあ実家からやっぱりちょっとだけ菌を持ってくるんですね。そうです。だからあのいわゆる嫁入り道具の、はいはい、昔ぬか床みたいに持って行って、で交尾に成功したら自分で羽を落として穴掘って、口から吐き戻して、でそれをこうちっちゃくちっちゃくこうやってるのを育てて、まずキノコを育てて、そこに卵を産んで、で最初の働きアリが出るまではもう大変です。そこは一人ぼっちで。すごいですね。でハキリアリたちはそのキノコしか食べない。ですね、女王アリと幼虫の食料なんですよ。はい。でハキリアリは働きアリたちの餌はそこら辺の葉っぱ切ってる時に染み出てくるちょびっとした汁ぐらいです。はい。じゃあやっぱり幼虫と女王アリのためにそれを栽培してると。はい。キノコはさすがにあの椎茸みたいなボロンという傘にはならない。いやそこもすごく面白くてですね、なんか小さいエノキみたいなイメージしてますけど、はい、まあ、菌糸状のものしかできないんですよ、だけどカビとかじゃなくてちゃんとしたキノコの一種 で,、はい、で5000万年こうアリとずっとこう強い絆で結ばれ続けた結果ですね、はい、あのキノコの傘っていうのは胞子を飛ばすための繁殖器官なんですけど、はい、
ずっとクローン繁殖でいったもんですから、このキノコを作る必要がなくなっちゃったんですよ、はあ、だからあのキノコ作んないです。その胞子を飛ばす必要ないとないから、もうだからもうそこは省略していいだろうと、ええ、だからもう最初これが 何キノコかも分かんないような状態でずっと切ってたんです、で94年ぐらいにその DNA 技術解析技術が進んで、はい、ようやくこのキツネのカラカサ属に近いんじゃないかということは分かったんですけど、うん、地球上の中ではもうこのハキリアリの巣の中にしかいないっていない、はい、はあ、じゃあやっぱり生存戦略間違ってなかった。もうドンピシャですね。ドンピシャで、ね、はあ、いや考えてますね。考えてますね。ただでもそんなジャングルの中で、まあ、雑菌だらけって言ったら失礼かもしれないですけど、もうとにかくそんなにねえ、雪国舞茸の工場じゃあるまいし、はい、いやもう本当に雑菌だらけだと思うんですけど、大変ですよ。そんなにちゃんとケアできてるんですか。まあ、そもそもアリはすごい清潔好きな昆虫なんですけれども、ハキリアリはそれに輪をかけて綺麗好きで、まあ、僕があの500時間ぐらいこう観察してる間、500時間も観察して、あの巣の外から巣の中に入ってくるときはもう 100% こうグルーミングって言って、こう毛づくろいをしてから入るんですね。全身なんです。全身。人間はまあこのコロナ禍でようやくこう手洗いをするぐらいかなですけど、全身もシャワーを浴びるような形で、長い時はですね、まあ15分スパンで見るんですけど、15分ぐらいやってるやつがいるんですよ。だからものすごい清潔な状態にしてからしか巣の中に入らない、戻らない、で常に掃除してるし、そうですか。偉いんですよ。いや15分なんて大変ですよ。そのアリのね、一生の時間からしたらものすごい長いものですね、はい、きっとね。いやキノコ育てるアリってのはハキリアリだけですか。あのアリの中でもこのキノコ、あ、ハキリアリをはじめとしたキノコアリだけ。キノコアリ、はい、ね、大体300種類ぐらいはいるんですけど、そのグループとしてはその、はい、そんなにいるんですか、ね。今日は村上隆弘さんにお話を聞いています。究極の役割分担、続いては3000万個ということで、これは何の数なんでしょうか。これはですね、先ほどもちょっと言いましたけど、はい、このハキリアリの女王アリは20年生きるんですよ。20年、長生き、長生き、長生きの女王アリが一生涯に産む卵の数です。でほとんど孵化しますよね。ほとんど 100% 孵化します。20年間で3000万も個体の働きアリを生み、たった1個体の女王アリが生み出していると。ちょっとそのうちに秘めたるパワー怖いですね。はい、もう、まあ、そもそも女王アリのサイズがでかいんですけどね、そのカナブンとかセミぐらいのサイズがあるんで、そんなに大きくない、はい、であの中南米だとそれ結婚式の引き出物で食べるんですよ。あの長寿とか子孫繁栄の象徴で、なんか油で揚げたりして、あのローストして、ローストしてですか、はい、とっても美味しいです。美味しいんですか、はい、あ、そうだ忘れてた、さっきそのハキリアリが作るキノコ、味はどうなんですか。やっぱそこは食べてみなきゃと思って、先生やっぱり食べますよね。シャベルですくってスプーンでこう食べてみたんですけど、人間にはちょっと美味しくないかな。美味しくない、ちょっとカビ臭い。あ、まあそうですよね、残念でした。カビだもんね。ですよね、はい、人間もさすがにね、菌糸食べてないもんね、やっぱりあの傘の部分が食べてましたからね。難しいですよね、非常に残念、すいません話の途中で。ちゃんと召し上がって。3000万個ちょっと信じられない。これえ毎日、毎日です。冬も夏も、毎日というかもう、毎、あ、もうそうです、夏も冬も、はい、昼も夜も、昼も夜も、昼も夜も、うわ、はい、これは気持ち聞いてないけど生き地獄でしょうね。いやいや、まあそれがもうお仕事なんで、まあ、そうですね、もうなんで計算してみると、5、6分に1個、5、6分に1個ぐらい、です。だからもう排泄行為どころではないんですよ、ものすごい生産性、ご飯食べて、すごいですね、はい、産んで一人で関東に住んでる人全員産んだみたいなことですからね。そうですよね。そうです。20年かけて、20年間かけて、みんなお母さん一緒ですみたいな。すごいですね。で、交尾はでも一生に一回だけ、その羽が生えている時だけですね。
でそこで交尾をし して、お腹の中にオスアリの、まあ、卵のもと精子を貯めて降り立っていくと、はい、でその間あその後の20年間はその1回で交尾したその精子を20年間チビ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 こう小出しにして、小出しにして、はい、それは体内にそのオスの精子を貯めとく、そうなんですよ、貯精嚢っていう袋があって、貯精嚢、はい、でそれもだから不思議なんですよね、なぜその常温で他の生き物、はい、あ他の個体から来た、まあまあ、いわゆる生物を常温でこう20年間も保存できるのかと、本当ですよね、これ結構大きな謎だったんですよ、冷凍して取っとかないといけない、人間はそうですよね、これでも20年は多分持たないんじゃないかと、それは研究は進んでるんですか、それはもうつい最近ですね、今年に江南大学の研究者の方が、はい、この貯精嚢の中がかなりな無酸素状態であるということと、はい、まあ、特殊な遺伝子が発現しているということを発見しまして、はい、でこれはかなりの発見 ですよね、こういうふうなメカニズムが分かると、まあ、今後人間社会にもちょっと応用可能かなというふうに思ってます、要は生物が腐らない空間を作り出すことができるっていう、そうなんですよ、例えばだから冷凍冷蔵技術にそんなにエネルギーを使わなくても済むみたいな、エネルギー革命が起こせるんじゃないかと、ですよね、はい、確かに腐敗を止めるっていうことですもんね、いろんなきっと科学技術に応用が、ね、素人でもいろいろ、ね、思い浮かびますもんね、腐敗を止めることができる空間が、ね、真空にして何かを添加すれば、はいはい、それにしてもその20年間たった一度の交尾で3000万個を産み続けるっていうのは繁殖能力高いですね。そうですね、だから、まあ、あの中南米では、まあ、その西洋の農業が入ってきた後はかなりの農業害虫として、うん、はい、有名というか、そうです、繁殖力が強いし個体数も多いんで、まあ、ブラジルの国家予算の 10% ぐらいがハキリアリ対策予算に使われるぐらい、本当に甚大な、つまりあの切ってほしくない葉っぱまでカリ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 ってしまう、人間が栽培する作物は柔らかくて美味しいんで、アリにとってもこう利用しやすいんですよ、ね、しやすいと、なので非常にあの大きな農業害虫になってます、はい、で女王アリが寿命になるとそのコロニーはやっぱり難しくなるわけですか。そうです、ハキリアリの場合はもう本当に1個体しか巣の中にいないので、もしその女王アリが死んでしまったら、もうあとはもうその働きアリだけの世界になってしまって、はい、その働きアリが死んでしまうともうそれで巣がこう終わってしまうと。キノコ畑はどうなっちゃうんですか。キノコ畑もこれ不思議なことにもうあっという間にダメになっていっちゃうんですよね。そのなんでなんかちょっとわからないんですけど、僕が見てる限りだと働きアリたちのやる気がこうどんどん失われていくというか、シューッとこうしぼんでいく感じがするんですよね。まあこれ働いても別にね、卵は産まないしということで、お手入れが滞れば畑の方も簡単に終わってしまう、去年あの実は、はい、あの多摩動物公園というところに日本で唯一あのハキリアリを飼育している施設があるんですよ、でそこに2コロニーいたあのハキリアリのうち1コロニーの女王が死んでしまって、でその後あの滅びの展示という滅びの展示、今後どこまでそのハキリアリの巣が、はいはい、持つかというか、それを滅びゆくプロセスをこうちゃんと展示して見せるっていうのがあって、いやすごいなと思って、いやタマドウスコンやるなと、面白いですよね、やっぱり働きアリだけになっちゃうんで、当然卵産まないんで、粛々、はい、とこう、まあ、業務終了業務みたいなのについていくっていうことですよね。ただやっぱ僕 のそれまでの、まあ、見てきたものよりかはやはり動物公園のスタッフの方たちは優秀だと思う、やっぱ半年ぐらいは持ったんですよね。あ、そうですか、さすがというか、あとはハキリアリの天敵はいるんですか。ハキリアリの天敵はですねほぼいないです。いないんですか。はい、アリクイも手を出さないですね。で軍隊アリとかもほぼ手を出さないです。そうですか、はい、僕20年間パナマに通ってたった1回だけ軍隊アリに襲われてる巣を見たことがあるぐらいですね、はい、でも、まあ、だから実際に直で戦うと軍隊アリの方が強いのかなっていう気はするんですけど、それは天敵というにはちょっとあれかも。そうですか、ハキリアリの頃にもだって相当大きくなりますよねきっと。一番でっかいので、このスタジオの倍ぐらい。そんなに大きいんですか。倍、この、まあ、そっちの幅ぐらいまで。
じゃあ普通に40畳ぐらいの空間を、はい、調査するときはもうこのショベルカーとかユンボでこう掘って、そうなんですか、はい、だからもう冗談じゃなく本当に大変なんです。ブラジルとかだともうそういうの家の下とかに作られて家が傾いたりとか、あ、トラクターがはまって死んじゃうとか。そうですか。もうじゃあもう本当に怖い、ちょっとした日本の一軒家ぐらいの、一軒家よりでかいかもしれないですね、はい、ちょっとしたもう倉庫ぐらいの感じのが一つの巣、はい、一つの巣で、それがもう無数にあるっていう状態です。無数にある、はい、で中でキノコ栽培して、そうです。キノコ畑はどれぐらいのあれ、何分の1ぐらいがキノコ畑、うん、あ、もう全部です。全部その空間はこう直径15センチぐらいのキノコ畑が数千個バーッとあるんで、細かく部屋分かれてるんですね。それをまたどうやって管理してるんでしょうね。いやだからまあ中央集権的には無理ですよね。その末端と末端はもう全く、もうやっぱりこう自分たちでこうそれぞれ管理していく必要、管理していって、はい、でちょっとうちはいいキノコできたなみたいなとか、ちょっと肥料入れなきゃダメだなとか、ね、そうですね、それはもう本当に働きありが1個対1個で判断してやってらっしゃるというか、1働きありに対して1つのキノコ畑なんですか。いやもうキノコ畑の中にはもう数万、数万、はい、数万弱ぐらいですね。まあ、普通ってそれでまあ数百万個体いるんで、あ、数百万ありいるんですか。一つの巣、一つの巣に、はい、あ、失礼しました、はい、全然数を間違えてました、はい、なので僕も掘った時にはこう全身ハキリアリ まみれになって、怖いです。上から下までズタズタに引き裂かれて、え、お洋服とか、お洋服も、それでそれが面白いということで博物館に展示されたことあります。そうですか。お洋服で手で済むんですか、自分の。あ、ここ切られて可能して腫れ上がったりと、目元切ったりとか、お顔も血が出たり、怖い。いや、楽しいですよ。そうですか。ここで一曲お聞きいただきたいと思います。今日はアリの研究がご専門、九州大学の村上隆弘先生に話を聞いています。おしまい3つ目は、中間管理職はよくしゃべる、これはどういうことでしょうか。僕の主な今一番力を入れている研究が、はい、そのアリのその音声コミュニケーションって言って、アリおしゃべりを研究してるんですよ。アリもどうやら喋ってるっていうことを先生見つけたんですよね。そうです。それまではそんなに音は重要じゃないっていうふうに言われてた、はい、まあ音を出すことは知られてたんですけど、まあ大体その補助的な役割だろうと思っていたんですけど、まあ、ちょっとうちの研究グループで作った小型の録音装置で録音してみたら、思いのほか喋ってると、怖いぐらい喋ってるのが分かって、はい、でそれでちょっとこれは本格的に研究してみなきゃいけないなっていうことで、うん、そうですか。前回ね、音声データをお借りして、はい、キュ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 ッとね、キュ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 ッって、それを村上先生が寝ずにキュッて何回とか数えてるって。そうです。いや本当にそういうもうとんでもない回数喋ってる回がありまして、はい、もう15分間で7700回も喋ってるもんですから、その1ファイル解析するのに1ヶ月以上かかって。そうですか。研究室でも終わんないで家に持って帰って、その夜中痩せたら寝ちゃって、娘に起こされた時に寝言でこうキュッ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 って言っちゃったと。で娘が慌ててお父さんありごで、お父さんついにしゃべってるのって言われるっていうのがあったぐらい大変そして先生の出された本のタイトルが何タイトルになっちゃったっていう感じで、実はなんですよ。で、中間管理職がよく喋るっていうのがどういうことなんですか。先ほどちょっとアリの社会だとその老齢個体がその危険な仕事をするっていうふうに言ってたんですけど、はい、ハキリアリはもっとこう社会構造が複雑化してまして、まあ、あんまり3ヶ月ぐらいしか生きれないんで、もうその体の大きさである程度こう職能を決めてるんですよ、はい、で大きい個体は巣の防衛とか、はい、トレイルのこう脇で、敵が来ないかこう見張ったりとか、はい、でちっちゃい個体っていうのは巣の中で、キノコ畑のお世話とか、はい、幼虫の世話をするんですけど、中間的なサイズのやつ もういろんなマルチタスクでやってるんですよ、はい、でこう情報センターみたいな形なん でこれぐらいのサイズのやつがもう一番喋るんです。だからこれを3個体入れておくだけで
あとちょっとちっちゃい答え入れておくだけで15分で7700回も喋っちゃう。へー、やっぱりこう真ん中で媒介するような係の人がやっぱりよく喋って、ね、コミュニケーション取ってるだろうと。実際にはそんな感じですね。そのキノコ畑の上でずっとこうブツ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 言って、それに対してこう他の答えがこう、はい、こうしてこう応答して何か情報を共有してるっていう感じでだろうという。多分先生の、ね、研究が進めばこの後多分文法があるとか、そうできれば文法とかですね、そういう辞書みたいなのが作れるといいなと。うわ、で先生はそれを解析してて自分の寝言までアリゴになっちゃったっていうね。で娘さん心配するって先生の本のご紹介です。改めまして村上先生の著書のタイトルはアリゴで寝言を言いました。不走写真書から税別900円で発売中です。ぜひご一読いただきたいと思います。本当にアリの世界は面白いですね。本当に面白いですね。ありがとうございます。あとは村上先生、宇宙飛行士のテストを受けたそうですね。まだちょっとずいぶん飛んじゃうような印象ですけれども、まあ、去年あの JAXA の宇宙飛行士の募集がありまして、はい、でちょっとチャレンジいたしました。いけるんじゃないですかいやいや、いやいやいや、もう残念ながらあの途中で敗退してしまったんですけれども、はい、まあ、できれば宇宙にアリ連れてってあげたいなということで。もうね、最近村上先生がねアリなんじゃないかなと思ってたまにあるんですよ。もうだってアリの T シャツとか、ね、そうですね、もう着てますし、そうです、ね、これはハキリアリ T シャツを着てます。ハキリアリ T シャツ、本当だ、ね、いやもうだからアリ愛にあふれてますからね。そうですね。今日は九州からお越しいただきました九州大学准教授村上隆弘さんに話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国。空気が乾燥する季節、火の扱いにはご注意を。火のないところに煙は立たぬ、毛のないところに寝癖は立たぬ、気のない返事に予定が立たぬの日曜日。 TBS ラジオ905-954。 昔ハマっていたこと、江戸川区の懲役230年さん、42歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の時、いかに効率的にマカロニを食べるかを研究していました、うん、両方のお箸に1本ずつマカロニを刺して、さらにその箸で何本のマカロニをつかめるか、家や給食でマカロニが出るたびに試行錯誤していました、はい、30年経った今でも誰も見ていない時にはついやってしまいます。あ、そうね、マカロニ ね、うん、ちょっとお箸に通したくなるよね。なりますね、うん、フォークの一本一本に入れたりとかね。そう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 、したいです。で一度にたくさん口に運べるかっていうね研究をされているという。楽しい楽しい、うん、楽しいですよね。久しぶりにやりたい、うん、マカロニがこう破れちゃったりなんかしてね。そうなんですよ、ね、うん、ちょっと無理にやってしまったみたいな。そうです、うん、足立区の低反発枕さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。昔ハマっていたことはプロレス観戦とスパイスカレー作りです、うん、これらすべては孫をことなき私がハマっていたことなのですが、恥ずかしながらすべて以前お付き合いしていた男性の影響によるものなのです一緒に体験する中で自分の趣味とも言えるほどハマってしまいました。そうね、今付き合っている彼は私がスパイスカレー作りに凝っていたことや、なぜプロレスラーについて詳しいか、なぜかプロレスラーについて詳しいことは知っているけれど、それが元彼の影響によるものとは知りません。ある日彼が私の部屋にあるスパイスの小瓶たちに興味を持ち、いろいろ買っていてすごいね、集め始めたきっかけは何と聞かれたこともありますが、知り合いの影響などふわっとした説明にとどめてやり過ごしました、はい、最近では私より彼の方がスパイスカレー作りにはまっています、はい、元カレよりも私よりも美味しいカレーを作ってくれるほどに成長しました。元カレの趣味が私を介して今の彼に伝播したと思うとなんだか複雑ですが彼には美味しいカレーをたくさん作ってもらおうと思っています。あねえ、こういう残酷な一面があるよね人間にはね。いいじゃない。いいけどこれはあれだよね、今の彼は事実は全部知らない方がいいよねきっとね。そうですね、別に知る必要ない、知る必要はないよね。これはでもね、男の人は聞いちゃうともうなんかもうムキになっちゃったりとかするからねもうほんと、もうすでに美味しいんだから、飼ってるし、
いやでもさ、そのきっかけがですよ。前ほらあのだし巻き卵上手に作るご婦人がいてね、で家族中がお母さんのだし巻き卵うまいうまいってね、すごい、そして旦那さんなんかもうちのあれですよ家内は、だし巻き卵は本当料亭並みですからっていう風にみんなの前で自慢するたびに胸が痛い、なぜなら料亭の方と付き合ってたからっていう。そりゃ料亭並みなんですわいなっつって、お父さんっつって、私だって料亭の、つって料理人と付き合って手ほどき受けたんだものお父様っていう、胸が痛いよね。それはありましたね。あったね。俺もあれ何回も思い出して胸が苦しくなる。そうなんだ。そうなんだ。だってさ、まさかまさかと思うじゃんねえ。いいじゃない。うちのが作るだし巻きはね、これだけはね料亭並みですから。お父さん、お父さん、私美味しいんだからいいじゃないの。私料亭の人と付き合ってて教わったのそれっていうことなんだもん。え、どうでもいいのかな、みんなそういうの簡単に乗り越えてんの。乗り越えてんの。どうでしょうね。いろいろ持ってんだよね秘密をね。すごいよね、いろんな顔があるから仕方ないね。兵庫県尼崎市のマトリオさん50歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は小1の時60人の方と文通をしていました。当時小学校に毎月届いていた小学生新聞の文通希望コーナーに、私のタッチの好きなお友達が欲しいという南ちゃんのイラストと、今では信じられませんが自宅の住所を書いたハガキが掲載されたのをきっかけに、翌週から我が家のポストにありえない量の手紙が届き始めました。高知の南の端、足摺岬の小さな村の小さな我が家のポストには、北は北海道、南は沖縄まで様々な地域から手紙が届くのです。嬉しいよね。当時の私はポストの前で小躍りし、ファンレターをもらったアイドルのような錯覚を起こし、友達との遊びの約束もごめん返事書かない関係忙しいとそそくさと帰宅、せっせと返事を書く日々を送りました。はい、裕福とは言えなかった我が家ですが、当時郵便局長をしていた叔父が手紙をたくさん書くとは感心と切手を毎月私にくれていたこともあり、文通はその後も長らく続きました。時は過ぎ50歳の今年、その中の2人の方とまだ文通が続いています。就職で田舎を出て、結婚、出産、子育て、更年期、会ったことはないけれどきっと本当の私を誰よりも知ってくれている心の中の親友、お互いペンが持てなくなるまで書き続けようねと話しています。 SNS の時代に生まれていたら絶対ハマることはなかったであろう文通に感謝するこの頃です。ね、え昔はねありましたね。今はね、SNS ですぐつながりますけど、昔はね手紙のやり取りでした ね。さて今年もたくさんリクエストをいただきました、ありがとうございます。早いもので亡くなって15年ということですね。あっという間でした。私たちの後輩川田亜子アナウンサーに届きますように。コキアでありがとうお聞きください。限られた番組の時間を使うことに申し訳ない気持ちもあるのですが、今年もお聞きいただきました。コキアでありがとうでした。安住紳一郎の日曜天国。 G7 広島サミットが開催、首脳が集う G7、 車を売るならカーセブン。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは2018年平成30年発売、キング&プリンス、シンデレラガールに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、東京都台東区ミーフーさん、千葉県市川市麦わらのミッフィーさん、熊本県のタンタンさん、 R のママさん、福井さん、そしてカルピスセットの当選者は、広島市路面電車は市民の足さん、大分県別府市山の神バナナさん、そして行田市を愛するヨシさんです。皆さんおめでとうございます。さて今日はこのまま晴れが続くということですが、気温が27度28度くらいまでということですね。月曜日は午後から雨、火曜日まで雨が続きそうです。それではいい日曜日にしてください。この辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。5月28日のゲストは、鬼滅の刃などで使われる古い言葉をもっと身近に、エモい古語辞典著者堀越秀美さんです。
メッセージテーマはラッキーな話。お便りお待ちしています。